大箱とは、大箱か大箱族の多年層。高地から平地まで、道端などによく生える野草で、地面から葉を放射状に出して、真ん中から下水をつけた茎が数本立つ。葉は、薬草として利用され、漢方薬でも使われている。中国では、大箱とも言う。和名の由来は、葉が広く大きいことから、大箱と名付けられたと一般に言われるが、当て字だとする説もある。 地方により、別名がエルッパ、ン、ゲイロッパ、オンバコとも呼ばれ、弱ったカエルをこの葉陰に置くと元気になるという。中国では、オオバコと書き、オオバコは、感名で、人や車が多く通るわだちによく生え、踏みつけに強いことからこの名がつく。日本では、北海道から沖縄までの全土のほか、国外では、千島、朝鮮半島、中国、台湾、サハリン、シベリア東部、 マレーシアなど、東、アジアを中心に広く分布する。高地から平地までの野原や荒れ地、道端などにごく普通に自生する雑草である。踏みつけに強く、人などがよく踏む道端などの場所のほか、皇帝や公園などでもよく見られ、草丈が高くなる草が生えないような場所を選んで生育する。踏みつけが弱い場所では、高く伸びる性質を持たないので、他の草に負けてしまう。 家系の他は、茎は立たず、地面に埋まっている。葉は、葉と同じか、それより長い傭兵があり、形は楕円型か、卵型から甲卵形もしくは、サジ型をしており、多くは、根小用で根元から、ロゼット状に四方に広がり多数出る。葉には、毛はほとんど生えておらず、5から7畳の葉脈が縦に平行に走り、基部に浅い切れ込みがあり、 生育状態が良いと葉の縁は波打つ。花器は春から秋にかけて、風梅花で棒のように細長い10から30センチメートルの長さの花形を出す。花形の頂に長い緑色の穂に花がびっしりと蜜につき、白色もしくは淡い紫色の小花が下から上に向かって順次咲く。額は4枚あり、果敢はロート状で4列する。花には、 死性期と有性生期があって、死性先熟で、めしべが先にしおれてから、長くて目立つ白いおしべが出る。果実は、果てで長大円型をしており、熟すると円水状の上半分が、帽子のように横に取れて、中から5から8個の種子が現れる。種子は、平たい長大円形。種子は、果実からこぼれ落ちるほか、雨などに濡れると、ゼリー状の粘液を出してべたつき、 動物など他のものについて遠くに運ばれて分布を広げていく。大箱が生えるような背の高い草が生えない場所では日光が得られる代わりにしばしば踏みつけられることになるが踏みつけにも耐えられるように形容は丈夫にできており茎は短く地面に埋まっていて節間隔は短く傭兵には丈夫で硬い筋が通っていて地面に平行して 横向きに葉が生えているので折れにくくなっている。葉氏種子は赤止めなど薬用になり若い芽は食用になる。また子供たちの遊びでは花柄を根本から取り二つ折りにして二人が互いに引っ掛け合って引っ張り合いどちらが切れないかを競う大箱相撲が知られ相撲取り草の別名もある。若葉は茹でて水にさらすと食用になる。外皮から取れる 食物繊維は、カロリーが低く満腹感を感じさせるもので、ダイエッターの食材になり、ダイエット食品の材料としても使われている。大箱の成熟種子を大箱子、牡蠣の前奏を天日で乾燥したものを大箱と言い、日本薬局型に収録された木薬である。また、葉だけを乾燥させたものを車前容という。成分として、牡蠣の茎と葉に配当体のアウクビン。 ウルソール酸を含み、種子に、琥珀酸、アデニン、コリン、脂肪酸を含む。種子、前奏とも煎じて用いられ、服用すると、咳止め、短切り、下痢止め、消炎、むくみの利尿に効用があるとされる。また、歯も種子も、熱を冷ます効用がある。漢方では、大葉ココは、ギッシャジンキマル、林道車勘誘などの漢方薬に配合される。車全用は、漢方薬として、 慢性気管支援や高血圧症に使われる。民間療法では、脳が出るような腫れ物には、歯を火で炙ってよく揉んでから、患部に貼り付けると治ると言われる。また、夏場に前奏を採取して天日干しし、煎じてお茶代わりに飲むと、消炎、利尿、下痢止め、胃腸病に良いと言われている。ありがとうございます。